10月18日火曜日、ここは4階アヤラセンターセブサービスのところです。一番左の黄色いのがユニオンバンク、次がオービスの旅行会社、次がグランドホープベンチャートラベルツーディス、次が 2GO の海外エクスプレス用の郵便物のオフィスです。一応ここにちょっと固定しておきます。あまり人はまだ来てませんけど、一応旅行会社のトラベルお店で結構出入りが多いんで、どのくらいツーリストの人が来るんだかちょっと置いときますね。固定しときます。一応ペットボトル置かないとこれ倒れちゃう。ひょっとしてちょっと知ってる人が来るかもしれませんので、
Thank you.
この近くに最近子供のねキッズパラダイスがオープンしたんでちょっと撮ってみますね。しばらくずっと閉まってたんですけど、ここねキッズパラダイス、ここも4階のサービスのそばにあります。子供が泣いちゃってる。これしばらくここ閉鎖になってたんですけどね、料金はこれです。1時間で200ペソ、2時間で300ペソ、400ペソ出せばユリミティなんだか。一応ここはサービスのフロアですね。一応サービス、ここからねエスカレーターで上がってくんですけど、ガーッて上がってきてここがサービスになります。それで左曲がると郵便物のサービスセンター 2GO エア 21DHL マジックフィットマンテリンなんとかなんとか、ここがモアサービスになりますね。で先ほど撮ったここがグランドホープベンチャートラベルツアーズです。隣がオービス、ここのマネージャーさんがアメリカ人でちょっと知り合いなんですけど足が悪いんですね。ここがユニオンバンクで、あの全国からお金がここへね、暗証番号と名前と身分証明書持ってくればお金を受け取れます。ここで今ねちょっと待ってるんですけど、人が知り合いが来ないんでこの辺で終わります。ここの階にはね充電器があるんですね。携帯じゃないか、チャージングステーションがここにありますから、チャージングステーション。一応奥へ行けばメトロアヤラセブとつながってますから、向こう行けばね、ここからねエスカレーターでみんな上がってくるんですね。知ってる人が来ませんね。終わります。終わると来んじゃないんかな、これ止めるときっと来るかもしんない。一応この回は映画館もありますからね、映画館とフードチョイスもあります。来ないみたいですね。終わります。